じゃあ英検は16回合格。それで、まあ、トイックも17回990が取ってるんですけど。何やったの？オンライン会話を、うん、まあそうですね、6万円ぐらい。あ、なので朝は3時に起きて勉強して。朝じゃないですか。これからじゃあ英検を目指す人にアドバイスがあります。こうやってやった方がいいみたいな。どうだよ、始まりました。おもちゃチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、じゅんさんにお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。まあ顔出ししてあんまり時間が経ってないですね。そうですね、そうですね。ずっと謎の人のままであの男性と思ってる人もいたりして。あ、そうなんですね。はいはい、あの何人かリプライがあったりして、女性だったんですねっていう。なるほど、中性的な名前ですね。中性。ああ、そうそうそう。どういった活動をしてるのか。あ、どういった活動。はい、はい、今は英語ジムライオンとひよこっていう、オンラインの英語スクールをやってます。まあ社員3人なんですけど。ライヒオってやつですね。ライヒオですね。なんでそんな名前なんですか。ああ、まあライオンっていうのは、あのもう一人サラさんっていうのがいるんですけど、はい、サラさんはコロンビア大学のあの院を出てて、はい、そこのなんかマスコットがライオンっていうのがあって、あ、はい、で私は、ひよこのアイコンなんかずっと使っててました、ね、そうなんですね。いや、卵クラブ、ひよこクラブあってましたけど。そうそう、だから子供向けの英語スクールですかって、ね、そうですね、絶対そうなっちゃうんですよ、ひよこってついたら。全然スパルタなのでついていけないと思います。はい、じゅんさんといえば、まあ、資格マニアじゃないですか。なんだって、そうですね、英検一級の本も出てるんですね。あ、そうなんですね。はい、こちらですね、英検一級合格マップ。今まで何回受けてるんでしょう。受けた回数と合格した回数はほぼ一緒、ね、は一緒なんで16回合格。合格、とんでもないマニアですね。よくまあ16回も受けるなっていう。、うん、なんでそんな英検一級何回も受けようと思う。あ、まあ TOEIC がもともと最初だったんですよね。はいはい、それで、まあ、トイックも17回990は取ってるんですけど、はいはい、そういうトイックコミュニティの中で英検1級を、何回も受ける人たちがいて、はい、私よりすごい英語ができる990点をもっと先に取っている方々が、だからそういう方たちへの憧れもありましたね。英検点数導入されてるから、うん、その満点取ろうと頑張ってる人たちいますよね。うんうんうん、いますね。まあ、ストイックにめちゃくちゃ勉強する人ですから。まず英検1級ってそのどういう勉強をしてきました。あ、1級は最初はとりあえず受けようと思って、はあ、もうそんなに合格もできなくてもいいやっていう1回目はですよ、はあ、まあ受かっちゃったんですけど、はあ、その語彙が嫌いで、はあ、あの語彙の勉強しないで受かりたいって思って。なるほど、ほう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 。はい、そうなんですよ。受かるだけだったらね、別に合意のところが取れなくったっていう、うん、そうなんです、合格できますからね。1次通ると思ってなかったから、2次の勉強は全くしてなくて、すごい焦って、2次の練習は。何やったんですか。オンライン会話を、うん、まあそうですね、6万円ぐらい突っ込んで、6万円あの2次の対策コースみたいなやつをやりましたね。それとそれはそれでやって、それだけではもちろんダメなので、なんかネットにあるサンプルスピーチを200個ぐらい、もう毎日3週間ずっと喉が痛くなるほど音読してましたね。へえ、はい、その3週間とか6万円は3週間使うってことですね。そうなんですよ。で結構でも単価が高いところだから、そうですね、1回が何で、時間は1時間1回25分です。あ、短っ。25分の48回レッスン。仕事普通にしてたわけじゃん。仕事してました。仕事しながらそれとプラスで、はい、あ、なので朝は3時に起きて勉強して。朝じゃないですもん。朝3時に起きて、朝それで7時まで4時間勉強できますね。はい、で会社行ってとかで、会社行く行き帰りの電車と、あと昼休みも、はい、昼は10分ぐらいで食べて、あと50分は自分に使う。はあ、はあ、はあ、うん、めちゃくちゃストイック。帰ってきてまた2時間とか勉強してみたいな。もうその時は何時に寝るんですかって。11時とか寝てましたかね。はあ、うん、11時帰ってきたら8時とか9時にはなっちゃいますよね。8時9時、ああ、うん、そうなんだ。いいえ、そういう朝方でもない、何型なんて、そういうのでやってたわけですね。そう、もう全部こう5分とかでこう決めてたんです。食事5分、
シャワー5分、化粧5分みたいな、着替えも含めて。だからすごい節約してます時間を。なるほど、勉強時間のためにやって、うん、はあすごいで、2回目以降じゃあ他の勉強もしていくわけですよね。うん、まあでもしばらくはその2回目以降もまだ990取れる前だったので、はいはいはい、取れて、あと990も1回取れただけだと多分ね、もう1回受けたくなるから。あ、じゃあトイックの勉強も同時にやってたわけですね。そうそうそうですね。うん、あとトイック SW もやってたかな。あ、スピーキングライティングの勉強。他のパートはどういう勉強しますか。あ、2次以外の、うん、顧問と、あとはリスニングで、すごい苦手なパートがあって、パート2ってすごいなんか難しいパッセージが出てくるんですね、はい、リーディングみたいなやつ、うんうんうん、それがすごい苦手だったから、あのリスニングだけの問題集を買って、そのパート2だけやってました。オーブン社のリスニング問題150だか、はあはあはあ、なんとかありますね、はいはいはい、あの変な表紙に白ベースに緑のなんかちょっとこれも白ベースに緑のなんか書いてあるですね、うん、はいはい、それをやって、え、5位結局どうしたんですか。でも 今はもう5位も取んなきゃみたいになってますね。そうそうそう、5位はまあそれでもちゃんとやり始めたのは何回か合格した後ですかね。そうなんですね。それまでは、うん、まあいいや、まあいいやというか嫌だったんで、やるのか、はい、はいはい、パスタンと、そうですね、まあ、最近になってあの究極の単語のあれはやってますけど、そうですね、スーパーボキャブラリー SVL はい、ね、はい、そう英単語検定もね、うん、合格しましたね、はい、おかげさまでありがとうございます、はい、あれはでもリベンジだったの、一回も落ちた、はい、そう僕はあのそう SBL の後ろからやった方がいいって言ったんですよ、はい、でも前からやったんです。前からやっちゃダメだって言ったんですけどね前からやっていかないと気が済まないタイプ。そうです、そうです。で僕はちょっと過去問で全部出して英単語検定1級の時にパスタにどれも乗ってもほぼ乗ってないと思って、でそのスーパーレベルボキャブラリーですけど、アルクのやつだったら、うん、あれほぼ後ろに全部出てるじゃんっていうことに気づいて、それでねやったらすぐ受かりました。はい、そうそう。そのね、パスタとこれ英検級の語彙問題も大体これで相当カバーできる、うんうんうん。そうですね。でもまあそれでも載ってないのも出るんですよね。出ます出ます。まあその時はでも他の3つを消去できたりとか。なるほど、うん。なんでまあ大体あの2つ覚えとけば、うんうん。そう、あ、そうそう。この間一番直近は満点でした。はい、大問1が英検。語彙問題全て、はいはい。すごいじゃないですか。あれもね、あ、そうそう、このチャンネルでもね。解いといたりしてますからね、僕がやったりとか、うん、あとはそうネイティブにやらしてますから、はいはいはい、ジェイミーが解けないっていう、うん、まあまあだからそうですね、普通の大学生じゃ解けない問題もあるってことなんだなって思いました、うん、これからじゃあ英検級を目指す人にアドバイスあります、ね、こうやってやった方がいいみたいな、こういう勉強法した方がいいみたいな。あ、最近もう私が最初受け始めた頃とは違って英作文のあのパートがすごい重要だから、まず英作文ですよね。ほうほうほう。その書き方をなんかサンプルアンサーでまずいいから、書き方を、あ、最初1パラグラフ目これ書くんだって言って 2,3,4 これ書いて最後結論これ書くんだっていう、もう書き方をまず覚えないと、なるほど、と思う。でもそれだけじゃでも足りなくて、アイデアですよね。アイデアが出ないんですっていうことを人がすごい多いから、アイデアだし、はい、そう、理由を3つ、2つまでは出るんですけど3つ目がっていう人もすごいいるので、うん、日本語でもいいから書き出してって言ったりしてます、うんうん、まあ、今そうですね、比率が変わりましたからね、はいはい、まあ、大門のリーディングとライティング同じ比重に、全部が同じ比重に今されてるんですよね、うんうんうん、まあそんな、それにそれでいてライティング1問しかないわけですからね、1台の比率がとんでもなく高くなっちゃってるんで、かける語数がほんと少ないんで、うん、あ、でも森哲さんとかだとそう少ないって思うかもしれないけど、はい、あの本当に書けない準1級から頑張ってる人っていうのは、うん、それでも埋まんなかったりしますよね。そうです、半分ぐらいしか書けないとか。そうですね、大学受験のそうです、ね、頑張ってる人たちもそうです、ほとんどやっぱり書けない、うんうんうん、短くなっちゃう。そうなんですよ。それで僕らからしたらね、 3つもアイデア書かなきゃいけないのに、そう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 、書く場所がない
みたいな、一文どんだけ短く書かなきゃいけないんだろうって思ってます。それでそのやっぱり全体の構成と1パラグラフ内の構成も必要ですよね。なんでそこに最初にそんなの書いてんのっていう人もやっぱいるし、最初からいきなり具体例出してきたりとか、その書き方とアイデア、ね、まあ基本中の基本ですけど、それをきちんとやっていくってやつね。アイデアこういうのからゲットした方がいいみたいなのないですけど、ジャパンタイムズの英作文制覇、はい、完全制覇なんとか、なるほど、そういうのを生かしてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、ぜひぜひ試してみてください。はい、本日は実際にお越しいただきましてありがとうございました。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.